鎌倉将軍一覧では、鎌倉幕府の聖意大将軍の一覧を示す。一般的には、聖意大将軍の地位は、鎌倉殿の地位を公的に担保するもの、と考えられている。だが、聖意大将軍は、元は、源の頼朝が、真珠不将軍である、欧州藤原氏を凌駕する官職として望んだもので、鎌倉殿の本質的属性ではなかった。実際、 二代目鎌倉殿となった源頼家が正意大将軍職に就いたのは家徳相続から三年後であり、源の実朝の死後に鎌倉殿となった藤原頼常も正意大将軍職に就いたのは鎌倉下校から七年後であって、その間は正意大将軍職が空席であったが鎌倉殿であることは変わらず、特に問題とされなかった。 源の三根友が暗殺された後、頼朝の子孫が絶え、京都の朝廷に対抗し、有力御家人たちを抑えられるだけの高貴な血統の出身者が必要とされたことから、はじめは、石関家の指定を将軍職につけたが、北条氏に離反した。このため、北条氏は、石家将軍を拝して、皇族を京都から迎え将軍職につけた。その結果、実験は、 北条氏に握られることとなり、将軍は名目的存在となったが、方の上では、将軍はあくまでも、幕府の長であり、すべての御家人の主君であることから、御家人たちに対して、一定の求心力を持ち続けた。これを警戒した北条氏は、幼少の将軍を迎えては成人すると解任して、京都に送還するということを幕末まで繰り返した。 北条氏が幕府内では将軍を遥かに凌駕する権力を握り、また朝廷に対しては将軍職人名を容易に強要できるだけの実力を持ちながら自らは将軍にならなかったのは北条氏を支持する御家人たちが北条氏の将軍職就任を押したが朝廷が拒絶したとする説が有力である。また北条氏の出自が一回の地方豪族でしかなかったことから仮に 将軍職についても、有力御家人たちの振幅を得ることができなかったため、将軍職就任を断念せざるを得なかった、とする説も存在する。ありがとうございます。